ました。今日はここから散歩してみたいと思います。なかなかの広さですよ。原駅はほぼ長いです。正面内の一つ松陰寺と書いてあるんで、まずこのお寺目指しましょう。いきなり出て富士山ですね。半分ここから見て震えちゃうんですね。昔チックな造りですね。これが原駅でございます。とりあえず海方向行ってみますか。何があるかわからないんでね、線路を渡らないと海には出れないですけど、この線路渡れるんでしょうか。沼津市ですね。沼津市の住宅だってことでしょうか。すごい若がありますよ。すごい若だなこれ。一応踏切があるので反対側に渡ることはできそうです。踏切をちょっと渡りたいと思います。こちらが駅になります。ここだけの人専用ここですね。原市ヶ浦供養塔、もう膨張点ありますね。ここはどういう感じなんだ。なんか松林の中を歩いてる道だぞ。これは散歩です。散歩です。こっちちょっと行けそうだ。あ、階段ありました。堤防の階段を発見しました。車ですよ。不思議な感じでございます。こちらは自転車道みたいになってますね。ここゆっくりサイクリングできるんですね。こっちも松林、こっちも松林です。これは伊豆半島じゃないでしょうか。ちょっとフラッと来ると分かんないですよ、これ。ここがちょっと入り口みたいになってますけどね。あ、ここから富士山よく見えます。雲かかってますけど。こういう眺めですね、ここから見る。荒い日から見る富士山は。お寺の裏側ってことですよ、これ。そうみたいですね。ではあっち側ですかね。ここですね、松陰寺。松陰寺だったんですね。松陰寺ちょっと立派ですね。行ってきますか。お賽銭だけ行ってきますか。立派ですか。大根を押してもいいじゃないですか。たくあんですね、これは。結構広いお寺です。たくあこんなところに仏像さんたちがいます。主因はなさそうなんで、お前だけさせていただきました。たくさん並んでおります。これは爽快じゃないですか、仏像は。ここですね、ケーキ屋さんですね。焼き菓子しかないか。有名ななんか
でしょうか。ちょっと裏からですけど、何の敷地なんでしょうか。お坊さんの誕生の地ですね。そういうことなんですか。ここだからここだけこんなに広くなってですね、お坊さんが誕生した場所みたいです。これが有名なお坊さんが、日本の臨済宗すべての和尚さんは白隠さんの禅問答や修行体系をそのまま現在に受け継いでいる。白隠さんは日本臨済宗の祖なんだ。無量堂っていうんですね。この人ですね、有名なお坊さんですね。愛称園っていうのがあるんですね。大正園は東海道原宿の祖父家であった植松家の支援、人の家の庭ってことですね。これ随分と私はこれまでにこの国で見たもの一番美しく、観賞植物も非常に豊富やと絶賛した。空間ですね。なるほど。大正園を見ながらこのシュークリームをいただきたいと思います。さあどんなんでしょうか。クリームが2層ですよ。これこれはすごい。浅間神社なんで、この浅間神社でお参りしますか。したいと思います。お願いします。不思議な再生箱だな。不思議な再生箱ですね。これ見えるところですか。不思議だな。これ厳重な再生箱でした。ということで今日は原駅から散歩しました。海を見てお寺を見て洋菓子を買って最後に日本酒を買おうと思いましたけど、なんとお店は閉まっておりました。水汲み場だけしかやっておりませんでした。ではこの辺でお別れしたいと思います。さよなら。